皆さん、お待たせして申し訳ありませんでした。はじめまして、私が族長のブラムバルトです。私はクラース、それからクレスにミントです。早速ですが、これを見ていただけますか。これは契約の指輪ですね。しかし見たところ壊れているようですが。これを修復する方法があると聞いてここまで来ました。なるほど、石板の力が必要ですね。村の北側に行っておりますので、詳しい話はその時。ここでは直せないみたいですね。そうみたいだな。何やら石板とか言っていたが。行ってみましょう。ナイトガンダムが強くなるのに必要なってむちゃくちゃニッチな話だな。さあ、エルフの集落に来たよ。今かくれんぼやってんだ。邪魔すんなよな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、見つけた。ここかい？ブラムバルドさん、これからどうすれば。この先の森には私たちにとっての聖域、ヘイムダールという地があります。そこにある漆黒の石板のところまで来てください。その石板で何を。詳しい話は石板のところで。森の動物たちがあなた方を導いてくれるでしょう。私は先に行って待っています。ほう、そんな白雪姫みたいな話が。あ、見つかった。見っけ。おうおうおう、なんかごめんな、リンゴ頭。どこに隠れんねんな。怒られた。めっちゃ怒られた。あんたらに揺れる防具の武具はないよ。ここにあるのは狩猟用のばかりだから。弓職人、あーうん、そうだね、弓を使えるやつには一人知り合いがいるんだけどね。あいにく今いないからね。生まれてすらいねえからね。トレントの森。ほう、なんだかエッグベアでもいそうな感じじゃないの。どっち。どっち。あー、戦いか。シュートライダー。あ、エッグベアじゃないけどクマが来た。シル、うん、おー、戦列だ。ディープミスト。はっや。シル、おお、戦列だ。イコハ、イフリート。やったー。お、レベルアップとニュースキルだ。いいぞ、何覚えた。お、真空破山。真空波を巻き起こして敵を切りつける。いいんじゃないの。どっち。おう、やっ、はっ、そこが破山。あっ、アシッドレイン。
やっ、真空破山。お、ノーム。真空破山のダメージが全然分かんなかった。やっ、真空破山。おー、いいダメージ、いいダメージだけど。死ぬ。やっ、真空破山。ビーフミスト。死ぬ。はっ、やっ、真空破山。ないよなこれ。ディープミスト。やった。ライフボトルいっぱい、もったいない。アクタガメ。や。マックスウェル。真空破山。やった。お、ニュースキル、ニュースキル。さあ何を覚えたんでしょうか。リカバー、お、いいね、リカバー、いいよ。やっとアンチドートじゃないやつが来た。え、これどっちだっけ。なんかピヨハン。いいね、気絶無効は強い。私が作ろう。レジストリング、シーブスマント、プロテクトリング。全くどっちに行けばいいのか全くわからない。なんか動物たちになんちゃらかんちゃらって言ってたもんな。レジストリング、お、セーブがあるってことは近いか。やっと近くまで来たか。あ、ブラムバルドさん。この石板は森の名前でもあるユミルとは根源を意味する言葉です。ここには根源を司る精霊オリジンが眠っていると言われています。オリジン、精霊たちの王という話です。超古代の終末の戦い、私たちエルフはラグナロックと呼んでいますが、その時に一度だけこの世界に現れたようです。そんないわくつきの石板だからかどうかは知りませんが、これには物質再生の力があると言われています。うん、まさにそれこそオリジンの持つと言われる力だ。そんな不思議な力があるから昔の人はオリジンと関係づけたのかもしれませんね。それではお願いします。下がっていてください。一瞬なんか見えたよ。
終わりましたよ。こんなに素敵な指輪だったのですね。よし、次は月の精霊ルナとの契約だな。その後はモリスンさんの手助けですね。それならばフレイランドとミッドガルズの間にある十二星座の塔に行ってみなさい。そこには精霊が住んでいるということです。どんな精霊かは分かりませんが、召喚できるようになればかなりの戦力になるでしょう。分かった、ありがとう。あ、待ってください。これを。なんだその弓は。チスターのじゃないか。壊れてるじゃないか。この弓も治りませんか。ずうずうしいのは承知です。でもこれはどうしても直したい大切なものなんです。クレスさん、お願いします。弓を直してください。残念ですがそれは無理ですね。そうですか、無理を言ってすみません。いや、治らないわけではないんです。契約の指輪のように強力な魔力のあるものはいいのですが、石板の物質再生の力は本来の姿に戻すものですから。その弓は普通の人によって作られたものですよね。それだと本来の姿、おそらく木の棒になります。え？単純に壊れているだけなら単純に直せばよいのです。つまり腕の良い武器職人に修理してもらえば治るということです。きっと村の武器屋のものなら直せるでしょう。本当ですか、よかった。なあ、その弓は一体何なんだ。これは大切な友人に返さなくちゃいけないんです。必ず必ずもう一度会って。行きましょう。指輪も治ったし弓も見てもらわないと。話はまとまったようですね。では武器職人のこともあるので村まで私も一緒に行きましょう。契約の指輪トパーズとムーンストーンを手に入れました。待って、あーそう、あーくそー、一気に行ってくれよ。ディープミスト、やったー。あー帰ってこれた。お疲れ様でした。族長、侵入者を捕らえました。人間の不法侵入者か。いえ、そのハーフエルフでして。なんだと。ちょっと話してよ。あら、そこのお兄さんいい男ね。行かないでったら。この声はアーチェ。あれほど待っていろと言っておいたのになぜ来たんだ。だってとにかく早くほどいて。私はこんな変な趣味してないんだってば。あなた方の連れですか。話してあげてください、お願いします。族長、例外を認めては他の者に示しがつきませんぞ。ハーフエルフの不法侵入者は例外なく極刑です。待ってください、どうか見逃してあげてください。お願いします。この子を殺すというのなら私が身代わりになります。ですからお願いします。わかりました、ロープをほどいてあげなさい。しかし族長命令です。わかりました。ごめんなさいアーチェ、許して。本当にごめんなさい、ごめんなさい。え、一体何なのさ。どうした。何か。お願い、さっきの人にもう一度会わせて。ダメだ、無事に出られるだけでもありがたいと思え。お母さん、ねえ聞こえる。お母さん、私のお母さんなんでしょ。お願い、
もう一度顔を見せて、会わせて、お願いだから。アーチェ、どうした？想像しいぞ。あ、ブランバルトさん。おや、あなたたちは。この間、特別に許可したんです。ハーフエルフと共にいる以上は、ここへは来ないでいただきたい。違うんです。前に、ヘイムダールの石板の前で聞いた弓のことで来たんです。ん？ああ、あの弓のことか。確かに、この、ここの武器職人見せろと言ったのは私。そうですね、わかりました。ではこうしましょう。君と彼女の二人が私と一緒に武器職人の元に行く。残りの二人はここで待っててもらう。いいですね。はい、ありがとうございます。あー、どうも。弓を直してもらえませんか？弓？これです。どれどれ。なんとか治るとは思うけど、この弓ポッキリ折れてるでしょ。作り直しになるかな。どうにかこの弓を使えるように直すことはできませんか？そうだな、どうしてもって言うならとっておきの方法があるけど。本当ですか？ぜひ教えてください。イミルの森を出て東の森の方向に行くと小さな館があるんだ。そこに住むアーシアという彫刻家なら直せると思うよ。すごい魔力を持った天才彫刻家だって話だよ。ただまだいるのかな。エルフと人間の交流があった時の話だからね。ありがとうございました。はい、いいですよ。はい、わざわざありがとうございました。本当におかげで手がかりがつかめました。では頑張ってください。じゃあ戻ろう。待たせ、もういいのか。それじゃあなんだっけ、なんか行かなきゃいけないところはいろいろあるんだけどとりあえずここ抜けないと。